モーキャプフォーホールからデータを送信し、アンリアルエンジンでキャラクターを動かす方法を説明します。カメラのキャリブレーションが完了したところからスタートします。今回は、体のキャプチャはスピードモードとします。手もそれなりの精度でキャプチャしたいので、フルモードを選択し、キャプチャハンドをオンにします。データエクスポート設定に移動し、VMT プロトコルの下の送信するトラッキング位置で、すべての関節をオンにします。頭との相対位置を使うオフ、トラッキング位置を送信をオンにします。以上で、モーキャプフォーホールの設定は完了です。次に、アンリアルエンジン4向けのプラグインを入手します。空き家総合研究所のブースのページからダウンロードします。ダウンロードした ZIP ファイルを展開します。U プロジェクトファイルをダブルクリックします。はいをクリックします。VRM4U は後で扱います。コンテンツブラウザでプラグインコンテンツを表示します。モーキャプフォーホールレシーバーコンテンツからサンプル1のマップを開きます。SteamVR とバーチャルモーショントラッカーをインストール済みの人は、競合する場合があるので閉じておきます。プレイをクリックします。モーキャプフォーホールで、キャプチャ開始をクリックし、キャプチャを開始します。関節位置が UE4 上でアクターの位置として表示されます。次に、メタヒューマンを動かしてみます。任意のメタヒューマンをキクセルブリッジからダウンロードし、インポートします。サンプル2のマップを開きます。デフォルトで、メタヒューマンのプレビューメッシュを動かすように設定されています。プレイをクリックします。モーキャプフォーホールで、キャプチャ開始をクリックし、キャプチャを開始します。ちょっとスケールが合っていませんが、プレビューメッシュが動いているのが確認できます。プレビューメッシュのアクタは消して、インポートしたメタヒューマンを動かすように設定していきます。インポートしたメタヒューマンのブループリントを開きます。クラス設定から親クラスを変更します。BT、トラッカートゥーコントロールリグを選択します。コンパイルし、セーブしておきます。このブループリントをマック上に配置します。プレイをクリックします。モーキャプフォーホールで、キャプチャ開始をクリックし、キャプチャを開始します。ちょっとスケールが合っていませんが、メタヒューマンが動いているのが確認できます。次に、VRM を動かしてみます。VRM4U の公式サイトを開きます。VRM4U の GitHub ページに移動し、リリースページを開きます。UE4.26 向けの VRM4U プラグインの ZIP ファイルをダウンロードします。ダウンロードした ZIP ファイルを展開します。展開してできたプラグインフォルダを UE4 プロジェクトフォルダにコピーします。プロジェクトを再起動します。プラグインウィンドウを開き、VRM4U を有効にし、もう一度プロジェクトを再起動します。モーキャプフォーホールレシーバーコンテンツからサンプル3のマップを開きます。モーキャプフォーホールで、キャラクターを VRM ランタイムロードに変更します。モーキャプフォーホールで、キャプチャ開始をクリックし、キャプチャを開始します。UE4 でプレイをクリックします。VRM モデルが動いているのが確認できます。続いて、VRM を読み込んで動かしてみます。コンテンツブラウザの適当なフォルダに、VRM ファイルをドラッグ&ドロップします。インポートをクリックします。BT、サンプル3、トラッカートゥーコントロールリグ、VRM を開きます。VRM メタファイルと、VRM アセットリストを、読み込んだ VRM のものに差し替えます。コンパイルし、セーブしておきます。モーキャプフォーホールで、キャプチャ開始をクリックし、キャプチャを開始します。UE4 でプレイをクリックします。VRM モデルが動いているのが確認できます。次に、UE マネキン、グレイマンを動かしてみます。コンテンツブラウザの、追加、インポートから、機能またはコンテンツパックを追加、をクリックします。サードパーソンを選択し、プロジェクトに追加をクリックします。BT、サンプル4、トラッカートゥーコントロールリグ、マネキンを、レベル上に配置します。モーキャプフォーホールで、キャラクターをメタヒューマンのいずれかに変更します。モーキャプフォーホールで、キャプチャ開始をクリックし、キャプチャを開始します。UE4 でプレイをクリックします。UE マネキンが動いているのが確認できます。スケールが合っていないので、ここでスケールの調整を行います。モーキャプフォーホールで、座標形、スケールを適当に変更し、動きをテストします。こんなもんですかね。最後に、UE マネキンと同じボーン構造を持つ他のキャラクターを動かしてみます。UE マーケットプレイスでエピックゲームズが無料で提供しているパラゴンのキャラクターから、オーロラを使ってみます。エピックゲームズランチャーからプロジェクトに追加します。UE4 で、BT、サンプル4、トラッカートゥーコントロールリグ、マネキンを開きます。スケルタルメッシュコンポーネントを選択し、詳細のスケルタルメッシュをオーロラに変更します。コンパイルし、セーブしておきます。BT、サンプル4、トラッカートゥーコントロールリグ、マネキンをレベル上に配置します。モーキャプフォーホールで、キャプチャ開始をクリックし、キャプチャを開始します。キャラクターが動いているのが確認できます。スケールの調整は省略しましたが、オーロラさんはとても足が長いですね。